では本日出席している選手の方々をご紹介いたします。まず男子シングルスワールドツアー10勝を遂げました、今大会2連覇を狙います NTT 東日本桃田健斗選手。そして男子ダブルスは2年ぶり3度目の優勝を昨年飾りました戸波雲雄園田圭吾選手、神村武史選手です。また前年度の優勝者です、女子シングルス山口茜選手、また女子ダブルス福島由紀選手、広田沙耶香選手、混合ダブルス渡辺裕太選手、東野有紗選手は都合により欠席となります。ご了承ください。それではそれぞれの選手から今大会に臨む意気込み抱負などを頂戴したいと思います。まずは桃田選手からお願いいたします。こんにちは、遅れてすみません。 NTT 東日本の桃田健斗です。今大会の抱負は、普段、日本で試合する機会はあまりないので、支えてくださる方であったり、会場に足を運んでくださった方々を楽しませられるような、プレーをして、自分自身も、全日本総合という独特の雰囲気を楽しみながら2連覇を達成できればいいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて園田選手お願いします。こんにちは、戸波雲雄の園田圭吾です。今回の全日本総合は連覇かかってますが、本当に1試合1試合楽しみながら、観客のお客さんにバドン男子バルダブルスの楽しさを伝えられるようなプレーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。神村選手お願いします。皆さんこんにちは、戸波雲雄の神村です。今年の抱負は、2連覇かかってるんですけど、レース中っていうこともあり、来週スーパーシリーズファイナルもあるので、本当にこの大会はその試合内容にもこだわって、ゲームに臨めたらいいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんのご活躍期待しております。さて、それでは早速ですが、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名またお名前を頂戴してからご質問をお願いいたします。それでは、ご質問のある方恐れ入ります、挙手をお願いいたします。スポーツ報知の松本です。こんにちは。太田選手と、その関門ペアの、それぞれにご質問します。太田選手に関しては、直近のツアーが、危険という形でしたけれども、現在の調子が、どういった形であるのかというのを聞かせてください。それでは神村ペアに関しては、ツアーファイナルに向けての、今大会で技術的、連携面的に試しておきたい部分というところにありましたら教えてください。お願いします。そうですね、香港オープンは、正直すごく疲労も溜まってましたし、全日本総合であったり、ツアーファイナル、自分の勝ちたい大会が続くので、棄権させてもらったんですけど、チームの方でしっかり、休養も取らせていただきましたし、普段あんまり、試合が始まるとそこまで基礎練習というのはできないので、棄権者からしっかり練習に取り組むことができましたし、今の調子は、すごくいいので、この大会も優勝狙って頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。では園田選手お願いいたします。そうですね、ツアーファイナルが控えてて、今回の全日本総合ではどんな場面でも引かないプレーだったり、どんな場面でも沈める球だったり、気持ちでしっかり臨んでいけたりなと思います。田村選手お願いします。そうですね、ツアーファイナルなんですが、昨年の大会を見る感じシャトルが飛ばないっていうイメージがあったので、やっぱり今大会しっかりレシーブからの攻撃っていうのをしっかりうまくやることができれば、そのファイナルにもつながると思いますし、今大会しっかり勢いつけて、ファイナルに臨めるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。では他にご質問のある方はいらっしゃいますか。
あ、すみません、フジテレビの佐々木と申します。さて、すべてにお伺いしたいんですけれども、ちょっとまあ毎年のように聞いている質問なんですが、まあ、今大会も改めて、まあ国際大会戦ってきている中で、皆さんそれぞれの中で全日本総合のタイトルということに対する思い入れというか、まあ、この大会を取ることの価値というのをどう捉えていらっしゃるかということを、すみません、改めてお一人ずつお聞かせください。お願いします。そうですね、やっぱり、ツアーは、年間でも数多く、開催してるんですけど、やっぱりこの全日本総合、自分の中ではすごく、取りたいタイトルの一つで、やっぱり、まあ、ツアーファイナルもそうですし、それ以降の試合もやっぱり日本のエースとして、挑むのかそうじゃないのか、そこには、自分が試合に挑むときの自信であったり、そういうのもすごく影響してくると思うので、自分はこの大会にすごく思い入れがありますし、今年も全力で勝ちにいきたいと思います。そうですね、あと昔から全日本総合は絶対取りたいと思ってたので、まあ、そこで本当に公認チャンピオンになって気をつけていけたらいいなと思います。そうですね、まあ、全日本総合は日本のプレーヤー全員が取りたいタイトルでありますし、この大会を取ることで、今坊主選手も言ったんですが、その日本のエースとして来年また臨めるので、そこはまあ本当に胸を張って自信を持って試合に臨むことができるので、この大会しっかり取ることができれば、まあ、この後半のレースにも影響してくると思うので、ちゃんとしっかり取れればいいかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは、他にご質問のある方はいらっしゃいますか。こんにちは、共同通信の岡田です。先ほど桃田選手もおっしゃったんですけども、この独特な雰囲気というのが他のツアー大会とかと比べてどう違うのかみたいなのをそれぞれ伺ってほしいでしょうか。そうですね、やっぱり、日本代表、特に A 代表の選手の人たちは多分すごく見られてるっていう、どういうプレーをするのか、世界のトッププレーヤーたちは、トッププレーヤーたちはどういうプレーを見せてくれるのかっていう目線で、見られてるなと自分は勝手に感じていて、すごく、緊張しますし、あとは、まあ、何試合もあるわけではなくて、本当に一発勝負なので、すごく緊張しますし、そういう雰囲気の中で自分のプレーをしっかり出すってことが大事だと思うので、そういうのも含めてこの大会はちょっといつものツアーとは違う雰囲気があるかなと。そうですね、本当国内大会の最高峰の大会で、やっぱり海外と違って全部日本人と当たって、やっぱり絶対負けたくないですし、そこで本当1回戦から正直やりにくい部分もあるんですけど、やっぱそこのプレッシャーを上回っていかないといけないですし、そういうところで、ね、独特なやっぱり雰囲気があります。そうですね、もう初戦からすごく力が入りますし、まあ、みんな本当に勝ちたいタイトルでもあるので、今まで普段だったらこの球が入ってくる入ってこないっていう球があるんですけど、その球が入ってきて逆に押されて、どん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 そのプレッシャーにやられて負けるっていう大会がこの大会の独特な雰囲気だと思うので、まあ、しっかりそのプレッシャーを跳ね返すことが今の自分たちにも大事なことですし、まあ、本当にナショナル A 代表として意地を見せれることができればいいかなと思いますし、まあ、本当にこの独特な雰囲気の中勝つってことはすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。でもそれ言いますが、この後開会式もございますので、あと 1,2 問ほどで、質問終了させていただきたいと思いますが、どなたか他にご質問のある方はいらっしゃいますか。東京スポーツ部員と申します。
三方に聞きたいんですけども、明日ですね、オリンピックの東京オリンピックの二次抽選の締め切りが明日でして、で一次抽選で結構バドミントンが大変人気があったということで、そのバドミントン人気、オリンピックのチケットにとても人気が集まっていることについてと、あと実際になんか抽選とかお三方が行ってたりもするのかなみたいな、その辺もしお聞かせいただければお願いします。お願いします。そうですね、抽選はしてないです。出たいっていう気持ちが強いので、バドミントンの人気があるっていうのはすごく嬉しいことですし、これからも、バドミントン界、日本バドミントン界の発展に、貢献していけたらいいかなと思います。ですね、抽選はしてないです。やっぱりバドミントン界は本当人気が今あるので、それをその応援をしっかり受け止めて、自分たちの自分たちらしいプレーができればいいなと思います。今本当にバドミントン人気はすごいですし、この機会に男子ダブルスは面白いんだぞって伝えるチャンスでもあると思うので、そのしっかりチャンスをものにできるように、自分たちがバドミントンの面白さっていうのを伝えることができればいいかなと思ってます。で、抽選に関しては本当に周りの友達であったり家族であったりっていう話を聞くんですけど、本当に誰一人も当たってないので、本当にこの抽選っていうのは誰が当たってるんだろうっていうのは本当に思います。ありがとうございます。私もバドミントン外れました。すごく申し込んだんですけど、はい、残念でした。それほどの人気は、そこを目指すお三方ということで、ここからのメッセージにぜひ皆さんご期待いただきたいと思います。